皆さんこんにちは。放射線や除染についてウェブで講義をさせていただいている大地と申します。今日も一緒に勉強していきましょう。今日のテーマは放射線被曝による健康影響について、その3です。早速始めていきましょう。さて、前回までは放射線被曝による影響として、確定的影響と確率的影響の概要、そして確定的影響に関して組織や臓器ごとの識位置の違いなどについてご説明しました。そうでした。そして今回は確率的影響についてお話しいただくということだったかと思います。そうでしたね。まずは確定的影響の時と同様、確率的影響が起こるメカニズムなどに関する説明から始めていきたいと思います。正常な細胞に対する放射線への被曝によって、遺伝情報を持っている DNA に傷がつくことがありますが、この傷は別の動画でも説明したように、体に本来備わっているシステムで修復されたり、傷ついた DNA を含む細胞そのものが排除されることがあります。放射線への被曝により死んだり変性したりする細胞の数が多くなると、前回説明した確定的影響として現れることもありますが、一部の細胞は不完全な状態に修復されることがあり、これが突然変異などでがん細胞になって増殖すると、がん、白血病、遺伝性の障害などとして現れることがあり、こうした影響を確率的影響と呼ぶのです。確定的影響と同様、この現象をグラフで簡単に表すとこのようになります。確率的影響は、まず確定的影響のような識位置がないとするのが特徴です。そして先ほども述べたように、確率的影響はがんや遺伝的障害を対象としていますが、がんを想定した場合、もともと放射線以外の要因でがんにかかったり亡くなったりする人もいます。ここではこの発生率を自然発生率とします。そしておよそ100から200ミリシーベルトを下回る線領域では、放射線による影響をタバコや食事などがんの発生を引き起こす他の要因と明確に区別することが困難になってきます。そこで ICRP では、この領域でも被曝線量と影響が現れる頻度との間には直線的な比例関係があると仮定して、放射線防護の基準を設定しています。こうした基準の設定には、広島や長崎における原爆の被爆者集団の疫学調査の結果が用いられています。確率的影響は確定的影響と比べると、影響の現れる頻度に関する考え方が随分と違うんですね。それでは具体的にどの程度の被爆線量で現れる影響にどの程度の違いが出てくるのでしょうか。以前の動画でもお話ししましたが、確率的影響としては白血病やがん、そして遺伝的障害を考慮しますが、ここではまず白血病やがん、特に放射線への被曝とがんの罹患やがんによる死亡のリスクとの関係についてお話ししたいと思います。主に広島や長崎における原爆被爆者に対する健康調査のこれまでの結果から、比較的高い線量への放射線被曝により、がんへの罹患やがんによる死亡リスクが高まることが知られています。具体的にはがん罹患に関しては約100ミリシーベルト、がんによる死亡に関しては約200ミリシーベルト以上の被曝線量で直線性が確認されています。しかしそれ以下の線量については依然として議論が分かれているところであり、先ほども説明した通り、現在はこうした比較的低い線領域においても直線性があると仮定して放射線の防護体系を考えています。これを具体的にがんによる死亡リスク
という場合で見てみると、この図のようになります。現在、日本人の死因の第1位は、癌で、約 30% の人が、癌が原因で亡くなっています。ICRP では、100mSv の被曝で、癌死亡率が 0.5% 上昇するとして、放射線防護を考えることとしています。つまり、200mSv の被曝では 1% の上昇、300mSv の被曝では 1.5% の上昇、という計算になります。これを、具体的な人数に置き換えてみると、1000人の集団がいたとすると、追加的な放射線の被曝がなくても、そのうち、およそ300人の人が癌で亡くなります。仮にこの1000人全員が 100mSv の被曝をしたと仮定すると、理論上は癌で死亡する人は305人になり、200mSv の被曝で310人、300mSv の被曝で315人になる、という計算です。その 100mSv あたり 0.5% っていうのが多いのか少ないのかよくわからないというか、いまいちピンとこないですね。そうですよね。今日はここまでにして、次回はこのリスクについて他の事例も合わせて説明して、さらに理解が深まるようにしたいと思います。また確率的影響のうち残った遺伝的障害についても合わせて説明したいと思います。それでは今日のポイントです。今日は確率的影響について、まずその影響が現れるメカニズムについてご説明しました。確率的影響とは、放射線被曝により不完全に修復された細胞が癌細胞になって増殖した結果、現れる影響のことです。確率的影響については、確定的影響とは異なり、識位置がない、と考えるのが特徴です。これは、比較的被曝線量が低い領域では、喫煙や食事など、癌を引き起こす他の要因と区別することが困難なのですが、こうした低線領域でも、被曝線量と影響が現れる頻度との間に、直線的な比例関係があると仮定して、放射線防護を考える、ということです。また、確率的影響のうち、これまでの被曝者への疫学調査の結果から、癌罹患に関しては、約 100mSv、また、癌による死亡に関しては、約 200mSv 以上の被曝線量で直線性が確認されています。さらに、癌による死亡率については、100mSv の被曝で 0.5% 上昇し、それ以降も被曝線量に比例して 200mSv の被曝で 1% 上昇する、300mSv の被曝で 1.5% 上昇する、として放射線防護を考えることとされています。これらの数値の解釈などについては、次回の動画でお話ししたいと思います。今日の講義はここまでにしたいと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。本チャンネルでは、放射線や除染などに関して、皆さんの役に立つ情報を配信していきます。よろしければ、チャンネル登録、いいねボタンなど、よろしくお願いいたします。